ほいかりんです。今日はリクエストがあった呪術廻戦の五条先生が持っていた仙台銘菓菊福ずんだ生クリーム味を作っていくぞい。ずんだって何なのぜ？ずんだは枝豆やそら豆をすりつぶして作る緑色のあんこだよ。本日の流れ、生クリームを凍らせてずんだ作って、もちもちの生地を作って合体するよ。お手伝いにどんが出てくるよ。それじゃあ早速作るぞ。てか呪術廻戦って私見たことないんだけど、五条先生って誰？五条先生はナルトで言ったらカカシ先生みたいな、普段はひょうひょうとしてるけど戦うと超強い先生です。生クリームに洋酒を入れる。材料は下の動画説明欄に載せておくのぜ。生クリームは8つに分けて冷凍庫に入れておくよ。凍らせた方が作業しやすくなるからね。お次はメインのずんだ作りね。冷凍枝豆だな。枝豆をひたすら鞘から取り出す。一個一個取り出すのめんどい。地味に辛いわこれ。さらに枝豆の薄皮を取る。なんでストーをずんだってこんなに大変なの？薄皮を剥くのは少し裏技があるよ。水またはぬるま湯に豆をつけると薄皮がつるんと剥けるよ。いや大変じゃん。剥いた皮は後で水を捨てる時に取り除けば OK。 あんこよりも難易度高いぞこれ。すり鉢で潰しやすいようにチタタプします。すりこぎで潰すんだけど硬いな。そのまま食べるにはちょうどいい硬さだけどな。うまい。これ一回茹でた方が良かったわー。本物は見た感じ滑らかなんだよね。想像で作ってるのかよ。まあね。そして菊福は呪術廻戦の作者が大ファンでな、それで五条先生の好物として登場したんだよ。五条先生の初登場は第2話で、その時に菊福と共に登場したんだよ。実際の商品を持って登場するのって珍しいわね。白あんをちょっと足したよ。2021年12月24日公開の映画劇場版呪術廻戦で公開記念で菊福がコラボ商品を出してるよ。これはファンは嬉しいコラボね。ずんだは一旦火にかけていよいよ包むよ。コチンコチンになった生クリームなのぜ。これをずんだに乗せて優しさで包む。ずんだで包んだら冷凍庫で冷やす。柿をフライパンで蒸し焼きしたわよ。いつも柿食べてんな。うまいー。そんじゃ柿も食べたし、もちもちの生地を作るぞ。うおお、なんだこの白い物体は。水と砂糖大さじ1を入れて混ぜる混ぜる混ぜ混ぜる。500ワットで2分様子見でチン。様子を見ながら1分チンを繰り返して4から5分チンする。結構大変だから菊福買った方が早いわー。再現料理チャンネルなんだから作りなさいよ。いやでも食べてから作った方がいいのぜ。だって呪術廻戦のコラボのキャラ、私の好きな伏黒めぐみんがいないんだもん。いたら買ってた。知らねえよ。持ちすげー伸びてるー。五条先生がいるじゃん。いや五条先生は完璧すぎてなんか違うわ。私は呪術廻戦はよく知らないんだが、五条先生は女子にすごい人気があるよな。アニメ第7話で目隠しを取ったところ SNS で超美形と話題になり、ネット上では五条にハマった女性ファン、つまり五条の女というパワーワードが誕生した。なんだその裏山けしからんカカシ先生は。あらドンちゃん、来てたのね。みんなが餅をチンしているあたりからいたドン。これもちもちして包むの難しいドン。なるべく伸ばしてずんだを乗せて、なんか端っこをビヨンビヨン伸ばすドン。できたドン。多少不格好だけどなんとかできたね。撮影用に綺麗なやつだけ撮りましょう。それじゃあコーヒーを入れるドン。マリちゃんが買ってきた最後のドリップコーヒーパックだよ。いや去年買ったやつだよな。まだあったのかよ。てか誰？指映ってるわよ。普通指が映ってるの気づくだろ。この人は気づかないんだよな。やべえな。それじゃあ五条先生のおすすめのずんだ生クリーム味の大福完成。余った生クリームをコーヒーにドーン。生クリーム入れすぎじゃね。入れ放題だドーン。うっぱいもたれしそう。なんだこれ、肘肩スペシャルか。ドンスペシャルドン。いただきますドン。甘じょっぱくて不思議な味ドン。もちうまいドン。ドンスペシャルも、もちろんうまいドーン。グッドグッド。グッドボタンを押してほしいそうです。いやそういう意味じゃないドン。それじゃあ私もいただきます。うおーなんだこのもちもち甘じょっぱい味わいは。あとおまけに生クリームだけで包んでみたのも、うまい。お、私は生クリームだけの方が好き。なんじゃそりゃあ。それじゃあ次回は何を作るのぜ。次回はアルプスの少女ハイジのチーズと黒いパンを作るよ。随分と懐かしいわね。今時のヤングはわかるかしら。みんなグッドボタンで応援よろしくなのぜ。それではここまでのご視聴ありがとうございました。